お、ソンヒさんじゃないか。お久しぶり。相変わらずいいタイミングで来たな。谷間が見えてるね。ソンヒ、その人に頼まれていたんだ。偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。はいはいはい。起きるはずのこと？ああ、そのために青木寮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。桐生さんが全部クリアしちゃえばもう見つかったんだな。青木寮やっちゃってくださいよ。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。うん、探し物って、うんうんうん、殺し屋だよ。偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が偉人町の、誰を殺すんだ。なんで清流会の会長を殺した犯人は沢城。はい。そしてその命令は青木亮が下していた。はいはいはい。その沢城が警察に逮捕されたとあっちゃ、青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いや、ちょ、まあ、いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。若を殺す、若を殺すじゃん。若が殺すってことは沢城の頭が目障り、やばくない。だからその殺し屋を使って殺そうってのか。どんだけ罪を償うの。青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になってる連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか。フィクサー、昭和を牛耳っていたあの殺し屋探すついでに、どうせ俺のことも調べたんだろ。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。ああ、やられるよ、ソンヒさん。殺されるよ。さすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあな、野暮な話をしてしまったか。あ、ビビった。じゃあ本当に。さすがにね、伝説の竜の相手っちゃちょっと話が変わってくるからね。ここどこだ。見とこ、スナック街の裏手。ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶は知っているはずだ。ん？俺も知ってる？誰？オウミの下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。ん？いや、モザイクみたいな。カメラ切り替え。わかんねえねえ。わかんないわかんない。もうちょっとドアップしてくれ。あれ、芸能人じゃあるまいし。おー、やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス。ミラーフェイス。え、何、有名人。いや、俺もほんと疑問よ。ああ、有名な殺し屋さん。うわ、かっこよ。こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。いや、演奏も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか、沢城を狙って。でもどうやって。おう、ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。マジで言ってんの、すごくない。そんな変装、やつなら朝飯前だね。楽勝じゃない。うん、なんか楽勝っぽいよな、そんなに言われたら。若はまだ知らねえんだ、沢城の頭が自分の本当の父親だってこと。教えねえと。うん、教えたところでどうなんだろうな。何、どういうことだ。仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。まあね、すんげえ暴走するからな。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す、それが若の次の一手。本当に間違いねえのか。よく考えろと言ったはずだ。この状況を全て踏まえて、俺がやはり間違いだったと言や、お前は見過ごすのか。俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。信頼してくれてるんだ。分かった、桐生さん。で、あんた、もうちょい手伝ってくれるのか。もちろんすよね、桐生さん。あんたがいれば
めちゃ心強いんだけど。いや、めちゃじゃないよ。相当だよ。ゲームクリアしちゃうよ。それはできねえ。なんでだと思ったけど。春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる。誰から。フィクサーの残党たちさ。フィクサー、それって誰だよ。すべて教えてやったらどうだ。教えてくださいよ、キリュウさん。人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな。はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも、俺の素性を明かすことも、やっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ。お前、俺と拳を交えて何を感じた。ドラクエっすね。それ、はい、そのマジで強えって本物だと思ったよ、うん、ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。かっちょいい。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、はあ、それを伝え合うためのもんだ。はあはあはあ、なるほど。俺を信じろ、はい、そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。はい。それがお前が本物になるための道だ。なるほど、勉強になります。じゃあな、頼んだぜ。え、託された。ああ、心細い。急に心細くなっちゃったよ。ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ、死んだはずの生きているわけがない人間だよ。なんか死んだってたよね。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。フィクサーって隠しっていう日本語だっけ、訳すと。確か。それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。それぐらい偉大だからね、あの男。いや、さすがというばかりの言葉よ。例の場所に動きは。は、今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。だお前、いつって最後戦うのかな。また石尾田だ。沢城の頭がこいつが親父さんを殺したって。こりゃ確定だろ。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。いやー、殺すとダメだ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと。沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい、うん、私が青木亮ならそうするね。くそ、うん、でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。大事なことで2回言いました。モニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田のとこに行く。異人町から反撃開始といこうや。おっしゃあ。石尾田のアジトはスナック街に外れにあるビルだ。一筋では行かない相手だ。用心しろよ。うわー、じゃあ戦うのね。はい、戦うんすね。戦いましょう。じゃあ行きましょう。オープンザドア、そしてからのオープンザドア。かっちょいい。俺開け方こんな格好。オープンザドア、よーし。
そしたら、もう一回まあ体力全部回復させて衣装団とこ向かっちゃいましょう。では飛ぶぞー。着いたぜ。ここだな目的地は。さあ衣装だ。だっせーな。やめろ、いい感じだったぞ今。孫飛か。衣装団は建物から出てきてない。ミラーフェイスもだ。まだ間違いなくそこにいる。フロア4なあ。敵は何人くらいだ。確認できるのは10人だが、あまり当てにはならない。分かった。衣装の未収録をチェックしてよ。チェック見ててくれ。ごめんめっちゃ噛んじゃった。了解した。すんげえ噛んじゃった。大丈夫かな。なんでそんな見んの。噛んだだけじゃん。行こうか。ここは偉人町だ。奴らにはアウェイだってこときっちり思い知らせてやろうぜ。さあ向かいましょう向かいましょう。ここが石尾田のラストバルテルって考えるとそんなになんか大したことなさそうだな。おい、いいよ行こうぜもう。いちいちいらないよ。おっと、おい春日。そんな驚かなくていいよ。ミラーフェイスではなさそうだね。なんかすごいモブキャラの強いっぽい感じだね。何も泣かずになんか戦うな。戦い始まるな。何か言え、せめて。あ、目赤い。目赤い時ってなかなか強い時なんだよね。わかんないけど。エヴァイショットクレイドルルルルルルからのさっさとミットクイワインワイン。やば。あ、やば。ラスト決まらんクレイ。スカート見るんじゃないよ。ゲミングさらに強くなれましたね。オッケー。お、それっぽいな。衣装だ、このビルのどこかにいるはずだ。先を急ごう。オッケーオッケー。なんか怪しい。すごいな、怪しい。怪しいところ来ちゃった。とりあえず一回回復しとくか。何かあったら怖いからな。 MP を一回回復しと、いや酒やん。危ない危ない危ない。酒はダメ。オッケー、オッケー、はいはいはい。でチームメイト行っていっか。とりあえず行きますか。行ってまあボコボコにすればいいってことよね。おっとてめえはクアスガー、クアスガー、クアスガーじゃねえか。驚きすぎじゃねえかお前。何しに来たってどれ。弱そうお前、弱そう、見るからに弱そうじゃん。何？出会っただけでそんなおじけついてたら話にならんよ。私の番です。じゃあ決めようか。ディバインシュット。うー、かっちょいい、かっちょいいよこの技。そしてギガスウィング、ギガスウィング、うーからのメロメロ台風。元気になれ。ええ感じか。からのナンバーさん領域展開熱気韓国の極みファイア。何回見てもかっこいいこの技。さすがナンバーさん。ふぅ強っ強っ。あはは、ザコかよ。何も食らってねえぜおい。おー、いいね、強くなっちゃう。よっしゃ、ナイス、素晴らしい。よし、行こう。うわ、早っ。4回も早くない。衣装とお前、ずいぶん下の階にいたな。お前と3回も戦うことになるとは思わねえよ、マジで。なあ、衣装だ。一生だ。春日、このガキ、なんでここがわかった。そんな年変わるん。結構コミジェルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。それも分かったかなったかたい。やべ、今日めっちゃ糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは。昔からね。そうだぜ、わかんないけど。おやっさんを殺したのはお前なのか。頼む、事実だけ教えてくれ。やっちゃうな。え、荒川を殺したんは極道の掟いうもんや。
裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。あ、だからお前が殺したんやろ。なんだと。すんごい遠回しで言ってるけど。なんて戦だ。うん、遠回し言ってるけどお前が殺したんやろ。おい、てめえ。おおおおお。なんだ。え？あだちさんが二人。え？ということはつまり。あ、ミラーフェイスってやつか。つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。すっげえ似てんな。なんで足立さんに。警察になりすます作戦でしょ。足立さん。ああ、なるほど。じゃなくてよ。警官になりすますって足立さんに化け力だったのかよ。あ、やばいね。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。声も。どっちがどっち。やばいやばい。こういう展開好きだけど。頑張れ。マジかよ。力比べでも合格。足立さん。さすが噂のミラーフェイスや。なんかあないのかな。金取るだけあるわ。なんかないの？足立さんの。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？わかるだろう。130条くらい？はい。132条、常識だ。はい。こっちが本物？違う違う違う。じゃあ。その第一条は何だった？知るかバカ野郎。何を覚えてるわけねえだろ。じゃあ、こちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、はい、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。あ、違う。オーケー。よくわかった。多分、多分ね。あ、だろうな。行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。うわ、胸クソ悪いって考えやがる。足立さん何も分かってねえんだな、やっぱな。こいつはてめえのアイデアだな。なんか言ったらどうだ、石尾田君。もういい加減終わりにさせてもらうぜ。石尾だ！石尾だ！よし、続けていった。絶対強い俺今。シャオリー！やったので石尾だ、レイジ。これがラストじゃ。ラストバトルじゃ。いきなり拳銃はしてこいだ。近いな。よし、こいつがラストバトル。足立さんと戦うみたいになってる。おやさんの仇。うむ。やつだけはこの手で。やってやろうじゃねえか、一番。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。どっちだどっちだ、ミラーフェイスか。ああ、わかってるよ。それはこの前、ドラゴンに教えられて。マジか。ドラゴン。ああ、ほらほらほら、危ない危ない。でもね、石尾田は何をしてくるかわからねえ。はいはいはい。集中しろよ。せやな。せやな、ほんまや。さて。せやな、そしたらほんまにやったるかやらないか決まってるから、とりあえずポイズンシュート。ポイズンシュートだね。石尾田をやる。ポイズンシュート。オッケー。来るぞ。私が相手で。ああ。うわ。脳天割り。よいしょ。こいしょ。オッケー、オッケー。からの勇者の号令で皆さんを爆上げジャイト。はーい、あげれからの、メロメロ台風で君たちの防御を下がらせていただくぜ。大好きだよ。誰かぐらい惚れろ俺に。誰かぐらい惚れろ。ちょっと惚れろ。くらえ、ナンバさんの未知のアクション。臭いだろう。だろだろ、そうだろう。臭いよな、そりゃそうだ。くれ、うわ、反撃が。なかなかやるかないか。ボイズショー！苦しめ！オッケーオッケー、聞いてる聞いてる。おっと危ない。いいよいいよ、お前らいいぞいいぞ。道のアクションもう一回。うわぁ、臭いやろ。そうやろそうやろ。自分でも臭いと思っちゃうからな。相当臭いぜ。くる、オッケー。今のでビビっちゃうんだ。なるほどね。勇者の号令でみんなバカで。難波さん、難波さん攻撃かけても意味ないんかな。どうだろう。うわっ、からのポイズンショット。レッツゴーポイズンショット。ふぅー、くれ、いやー、マジカルタンゲー。頑張って。オッケーオッケー。
ポイズンシュート、ミラーフェイス、苦しめ、オッケー、ナイス、僕強い強いぞ、いいぞ、ジュンギ、お前マジで強い、オッケーオッケー、さっさとビンタも効いてる、砕きぶり、うっ、あ、そんな強くねえな、そんな強くねえな、オッケーオッケーオッケー、そしたら、これやってみるか、サイリウムランムの清り、やってやるぞ、どっちやろうかな、ミラーフェイス、やってみろ、ニャイキ展開、お、なんかいい、よっしゃ、行くぞはい、え、お前らが攻撃すんのかよ、お前らが攻撃すんのかいお前らが攻撃すんのかい、え、聞こえなかった、うわ、やべえ、聞こえなかった、聞きたかったのに、ブチギレの極み、うわうわ、え、うわ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 、いけ、サッタマビンタ、カイクエックエック、よっしゃー、さあミラーフェイス倒した後はこいつだけだ、さあこれはこれはもう石尾だけ、パーティーの始まりじゃないか、おいパーティーだよこんな、おいパーティーパーティー、ナスパーティーパーティーやろうぜパーティー、ヨウトラククルキン、おいおいおい、おい最後の攻撃が一番強いのになんでやらんのよ、待って、最後の攻撃が一番強いんだぞ、なんで最後当たんねえんだよ、よいしょ、来るぞ来るぞ、でここでマジカルさんゴー、さあベンディ頑張る、オッケー、ここでデリバリーヘルプ、そしたらどうしよっかな、ロブソン、いやー待って、ロブソンでいいか、ロブソン頼むぜ、ロブソン、よろしく、ほらほら再登場だぜ、あるかわいい、うん、こんなにかわいいのか、ファイヤー、ざまみやがるご主人を切り裂く、スーパー猫パチパチスパチャン、ワオ、ヤッホー、かわいいよ、ありがとうラブさん、やばない、え、何？一体何なの？本当だよな。うん？どうした？どうした？殴られるのが嬉しそうだったり、切れてみたり、何考えてるかさっぱりわからないな。確かに。まあこの前は鉄球振り回してたしな。あ、そっかそっか。よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。何でもできちゃう。どういうことだ？極道だけの話かもしれねえな。はい。そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。なるほど。ん？そういうもんなのかね、俺もじゃあそういう感じしようかな、そこが見えない感じ、何せよあの切れた石尾田は厄介で、中途半端な攻撃は確実にやり返してくる、あーなるほどね、ああだからやり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな、これまた魔法とかじゃない、やばい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 、どうすんどうすんの、やばいやばいやばい、私の番です、あ、やばいやばい、じゃあここでポイズンショットじゃない、じゃあ、はい、あっしゃん、本気でやってん、恐怖の反撃、うわっ強い、ちょっと待って、はっ、え、ま、強っ、あ、これやばいな、ちょっと待って、やばい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 、普通にやばい、勇者と亡霊、え、やばくない、普通にまずいって、攻撃力下がりられるかな、さあ、さっちゃんの、あ、スカート見ないで、よーよーし、スカート見たかったら、これをね、下がるってことはスカート見たってことなんですか、よっ、バカだよ、そしたらどうしよう、こういうしょ、ファラウシュン、やばいやばいやばい、あぶれー、うわーすっげえあぶれー、なんやそれ、え、待って、いや強いな、やばい強いなって言ってしまった、くそー恥ずかしい、バテるとオッケーオッケー、これ全回復でもって防御を減らしてやるか、あいつこれや、はかめちゃんけんけん、よーし当たった、くるぞ、よし耐えた耐えた耐えた、耐えた、いいね、いいね、いいよ、耐えたね、そしたら、チョウさんに卓です、ZZ を差し上げます、はい、これ、チョウさん、かわいい、いやー、ちょっと、大丈夫、大丈夫、オッケー、オッケー、オッケー、いいよ、いいよ、そして、ヨウトラ、ココロケン、決めようか、ほやー、うわ、いや、いや、うわー、決まった、今、
速突撃。オッケー。ジュンギ、ジュンギ何やってんだよ。とりあえずマジカルボイスで。よし。なる自分がね。来るよ。オッケーオッケー。通りです。私の番ですね。勝てると思う。ファントムス、ダブ。ステージ名を見せようか。はい。活躍してるよ。からの酔うトラここけもう一丁。うわっ、いや、うわっ、オッケーオッケー、追撃、よいしょ、お、よいしょ、オッケー、いいよいいよ、みんなみんないいぞいいぞ。お、最後、ジュンギー決めるか。あ、違う、待って、ジュンギー決めれるぞ。よし、ジュンギー最後決めてくれ、頼む。お前がラスト決めるんだ、決めん。ファントムズダブル、よっしゃー。いや、いいわ、やっぱ強いね。さらに強くなれる。強いぞ。一つ上の男。うわしゃあ。終わりだぜ、石尾だ。弱かったな。沢城の頭は、ほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったら、どうなるだろうな。そうだよ、札に全部ぶちまけちまうかもな。あ、どうしよっか、石尾田君、そのサングラス。お前は我が命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。レッツゴーキック。あ、地味キックだ。地味キックだな。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ石尾田。前は沢城にこれやってたからな。石尾田にこれやるとは思わなかったけど。おやっさんはあの夜、港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。はいはいはい。そして店を出たおやっさんを、お前が至近距離から銃で撃った。はいはいはい。お前もやべえタイプだな。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちぃと違うな。違う。どう違う。話せよ。今すんげえツバ飛んでんだろうな。わしゃ青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かったはず。はいはいはい。せやけど、その直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。嘘でしょ、お前殺してないの。え、見えとるな。へえ、バッチリですわ。はいはいはい。ちょ待て、誰かおる。あいつは誰。いや、誰誰。やりましたな、大公。あ、ゴリラ。この間の蒼天堀で、あんたの真意が極道の解体やと分かったとき、わしは震えましたわ。仲間になったからね。東条会の裏切り者としてのおめえも、その目的のために長いこと甘んじて受け取った。波、うんうん、のご苦労やなかったはずです。あの時、あんたが俺や私の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて、俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。そうだよね。まあ、あの時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。いいやついいやつ。豪気な男だな。意外と好きだよ。それほどでもありまへん。天道、あんたはこれからどうする気だ。神室町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が二人揃うてからに。どうします、なんならどっちでもいけます。確かに、どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したか。それがご指示言うんでしたらやりますえ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず
荒川からでんな。これでやられちゃうのね。ふん。え？え？どないした？すげえ。それが。すげえ。え？お、うわ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい。すげえ。二手三手先まで手に取るように見えてば。ゴリすげえ。やるやん、天道。そんなんでようここまで生き残ると思うんや。石尾が弱く見えるぞ、お前。天道。めちゃめちゃ好きだったのに。石尾だ。もう近江も東条家もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。うん、もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。ほう。いやかもしい。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた、うん、けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない、わしにてっぺん行くチャンスは来んかった。おもろいもんですやろ。え？え？天道。おやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。ま、天道は今どこにいる。マジ言ってんの。うわ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 、待って、やばいよ。やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな、ま、全部知ってたんだ。見張っといて正解やったな。どうしますか。本当の相棒みたいなものが。ほな天道だったこと。もうポチッと言ったれ。了解しました。まずいよ。え、終わり終わり。あ、はい、ゲームオーバー。